消化体でね、よく活性化していただくことによって得られる効果っていうのがね、何かっていうと、宇宙の中であなたの魂っていうのは2000回輪廻転生を繰り返してるっていうふうに言われてるんですね。結構この回のさ、1個の人生だけでも相当皆さんっていろんな学びがあると思うんですよ。そのいろんな学び自体が、実は2000回分眠っているっていうことなんですよね。その学び自体の全ての記憶っていうのは、この消化体に眠っているというふうに言われてるんですね。消化体を活性化していったとすると、何が起きるのかっていうと、何か勉強をしていたとしても、なんかよくわからないというふうに、うまくいかないことっていうのがあって、圧倒的に多かったのが、この消化体が活性していなかった時の私なんですね。この感覚が、私自身まずダンスをやってもあれできることが増えました。通訳という仕事を長年やってきましたから、活性化していない時にはあーわからない、これどうやってなんだろう、なんでこんなに時間がかかるんだよって、1日15時間ぐらい勉強しても全然上達しない、なかなか理解できない。それがなんと5分だけ準備しただけで、この通訳さんすごいですねっていう風に言われて、ロバート清崎さんのね、来日の通訳だったんですけど、私の前に人が集まって、通訳さんすごいですねって言われるようになったわけですよね。すごーって思いました。180度人生が好転する、消化体が活性化されるっていうことは、今の2000倍最強の自分になれるっていうことなんですよ。今日の消化体活性は、ちょっと音楽を使ったね、あのワークをやっていきたいなというふうに思っています。脳の後頭部と前頭のね、あの一番ちょうど真ん中のところにある親指のなんか爪ぐらい、本当にあの小さいですね、松ぼっくりのような形をしたものになります。そこに意識をどんどん向けていただくということをやっていただくことによって、消化体を活性化することができますから、通常はね、石灰化って言うんですけれども、硬くなってしまっていて、もう眠ってしまっている状態、消化体をね、意識して活性化していくと、どん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 この子が光を集められるようになって、光を集められるようになると内側から輝き出して、そしてその消化体の中に眠っている、データ自体を全身にダウンロードしていくっていうことをやっていただくことによって、どんどんですね、あなたの中であれなんかわかるわ、感覚的にはこんな感じです、今まで消化体の活性をトライしたんだけど、やってるはずなんだけど、あんまり変わってる感じがしないんですよねっていうタイプの方、この方たちが陥ってしまうのが、全然変わってないじゃんっていう、変わってない方向にフォーカスをしている方っていうのは、全然結果が出なくなっちゃうんですよね。多分ね、期待が大きすぎて1ミリの変化を見逃してしまう方が5のタイプなんじゃないかなと思うんですね。今日皆さん消化体の活性化をしていただいた後にね、気をつけていただきたいのがここなんですよね。今日もう早速1ミリの変化っていうのを体験します。しかしその1ミリの体験を見逃した時にがっかり体験が起きてしまい、そのがっかりした後、脳の中は残念ながらダメだったんだに意識が向いちゃってるので、そうすると脳ってね、レティキュラーアクティベーティングシステムラスちゃんという証拠集め機能のフィルターがあるので、このフィルターちゃんがもうダメだって一回がっかりしちゃうと、どんなにね、実際には変化があったとしても全然変わらないという現実をあなたが作っちゃうことになるんですよね。どうぞ小さな変化っていうのを本当に見逃さないであげてください。なんとなく活性化した気がするっていうところに行けると思うんです。この気がしますっていう言葉で弱くなっちゃうの分かります？脳って本当に言葉に忠実に生きてってくれるので、この気がしますで大体ちっちゃくなっちゃうんですね。結果が小さな変化自体をむちゃくちゃ大きく表現していくだけで、あなたの脳が騙されてレティキュラーアクティベーティングシステムにどんどんその変化の証拠集めをさせてっちゃった人が早く本当の覚醒を引き出すことができるんですよっていうことです。で、それは簡単で1ミリ 0.01 ミリの成長を自分がいつも見逃さないようにしていただくだけでいいんですよっていうことなんですよ。今日は消化体活性音楽っていうのをね、ちょっと活用していこうというふうに思います。も種類があるので、ちょっと何回かに分けてね、せっかくだったらいろんな音楽をね、皆さんに使っていただきたいなというふうに思いますので、ここからはイヤホンができる方はイヤホンをしていただくと消化体の活性がしやすくなるので、イヤホンのご用意をしてください。音楽を聴きながら皆さんにやっていただきたいのが、後頭部のところに太陽がさんさん
さんと輝いているっていうのを想像してください。そうするとこの後頭部の部分がすごいあったかい感じがしてきますんで、その後頭部からまるでさ、森の中の木漏れ日のようにさ、太陽光がビヤーっとあなたのその消化体のところにさんさんと降り注いでるのをイメージしてください。脳はイメージしてることと現実を区別しませんから、それでも効果はあります。その時に感じてほしいのが、消化体自体の石灰化しているね、固まっているものが、どんどん中がクリスタル化して、そしてその中に太陽光が差すことによって、ふわーっと輝きが増して、そして消化体の活性の音楽によって、刺激がそこに与えられることによって、どんどんその消化体が振動し、結局音楽ってさ、振動させるっていうことの天才だからね。どんどんそれが活性化されていて、あ、なんかプル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 、まるでさ、ゆで卵のさ、この殻がポロ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 って取れるかのように石灰化されたものがなくなって、そしてその中からピカーッと光った全てのあなたの2000回の輪廻転生の中で記憶していた学びが全部解凍されて体の中の一つ一つの細胞に落ちていくっていうのを感じてってあげてください。はい、それでは早速ね、ワークの方を始めていきましょう。で、目もつぶっていただく方がイヤホンに加えてやっていただくといいので、ぜひぜひ感じてあげてください。いかがだったでしょうか。今やってみて、なんか本当に活性化したような、はい、気がするじゃなくて、これで活性しました。こっから先、あなたが戻らないように活性化し続けるかどうかというのは、一輪の変化に気づき続けられるかどうかでございます。では、今日は超特別、もう一ラウンドさらに、プレゼントしちゃいたいと思います。今度、もう一回目をつぶっていただくんですが、今度は何でもできている自分自身っていうのからスタートしてあげてください。せっかく第2ラウンドだからね。ずっとやりたいって思ってたけど、なかなかできていなかったことをどんどん想像していき、スーパーマリオになって、ババ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 って何でもできているさ、早く何でもできている。それを頭の中で描くっていうのをちょっとやっていただきたいと思います。で、この時にいろんな音楽をちょっとかけることによって、ある意味違う脳の部位に刺激を与えていきますんで、音楽の変化とともに、ものすごい勢いでダンスが上手になってる、ものすごい勢いでビジネスの経営がうまくできている、ものすごい勢いで営業トークができている、ものすごい勢いで料理が早くできている、ものすごい勢いでモテまくっているでもいいですし、ものすごい勢いで話が上手になっているでもいいし、ものすごい勢いで運が良くなって宝くじ当たっちゃったとかでもいいですし、とにかくあなたの中の願望をとにかく生きているのを想像し続けていってあげてください。それでは皆様、第2ラウンドスタートです。ではもう1回目をつぶってあげてください。ではいきますよ。今日はですね、思いっきり消化体活性誘導瞑想をね、やらせていただきました。それでは皆様、今日も、ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。また明日の6時にお会いしましょう。ではまたねー。